どうもセリカスイミングのセリカです。本日の動画はクロールでここをやればもっと進みが良くなるというコツをご紹介していきます。8月は半プライベートレッスンとあなたの泳ぎ撮影しますのレッスンを行います。ぜひ興味のある方は概要欄にリンク貼ってありますのでそこからチェックをしてみてください。では今回も前回行いました撮影会の方の映像をもとに解説をしていきます。こちらの方は今2ビートで泳がれてますね。はい、ではスローにして見ていきます。今回注目していただきたいのは手の書きになります。手の書きでどこか違和感ありますでしょうか？意外と撮影会に参加される皆さんがよく言うことなんですけど、思ってたよりも自分の泳ぎが違うってよく言われます。あ、自分ってご自身のですよ。私のじゃないですよ。自分はこういうつもりで泳いでるんだけど、映像を見ると全然なってなかったり、思わぬ場所が沈んでたり、すごい軸がぶれてたり、いろいろ発見することがあるんですね。で、やっぱインストラクターがその方の泳ぎを見て、その場でこうなってるからこうしてくださいっていうのももちろんいいんですけど、一番説得力があって一番直しやすいのはやっぱり撮影してご自身で理解する、で自分の思ってるイメージと現実っていうのがやっとそこで照らし合わさるので、そこでやっと一致するから、やっぱりそこからどんどん発展していくんですよね。なのでまあインストラクターの方に教わるのももちろんいいけど、プールはやっぱ鏡がないので、鏡のあるプールもあるんですけど、基本的にはないから自分の泳ぎが自分で見れない。だったら一回映像を撮って、あ、こうなってるんだって、自分と思ってるのと違うなっていうのが分かってから練習に挑むと、やっぱり大きな成果が得られるようになると思います。ということで、分かりましたかね、手の書き。まあ、大きくここが良くないっていうポイントが一つあるので、私の映像を見て答え合わせをしていってください。ではこちらが私の映像になります。どうですかね、手の書き何か違いありましたか？このポイントができてないとなかなか長く泳げないし、楽には泳げないかな。やっぱり水泳ってどの種目でも必要になる時間があるんですよ。で、その時間を確保するためにやらなければいけないこと、手の書きでやらなければいけないことがあるんですけど、それが何か分かった方は正解が何か分かります。この後上と下で比べて見ていきます。そうですね、この問題がある方は、まあ10人に1人ぐらい、もう少しいるかな、5人に1人ぐらいかな。特に多いのがレッスンに1回も参加されたことがない方ですね。もうずっと独学でやってますとか、最近水泳を始めてとりあえずクロールからやってみましたっていう方がほぼほぼやってます。上級者は
絶対やっちゃいけないって分かってます。はい、では上と下比べて見ていきます。はい、ということで上が撮影会の方の映像で、下が私の映像になります。もう分かりましたかね。ではスローにして見ていきます。正解は手の書きで伸びる時間がないということです。撮影会の方の映像は入水したらすぐにもう書き始めてるんですね。ここからすぐにもう腕が落ちていってすぐに書き始めています。一方私の映像は入水したら一旦は伸びます。その場でここでぐっと前に腕を伸ばして伸びていきます。で、この前なんで伸びないといけないんですかってちょっとまあ動画の内容は違うんですけどコメントにあって、どうして伸びなきゃいけないんですかっていうことなんですけど、伸びる時間が一番進むからです。水泳はグライドしてる時間、簡単に言えば待つ時間とか伸びる時間とも言うんですけど、手を伸ばして足も伸ばして蹴伸びの姿勢イコールグライドの姿勢ですね、それが一番伸びる、早く進む動きに、動きというか姿勢ですねになるんですけど、これがどの種目でもないとなかなか進みが良くないし、すぐ疲れてしまう。なのでより長く楽に泳ぎたいのであれば、この時間をできるだけ取った方がいいです。まあ、だからってなんか5秒ぐらい伸びるんじゃなくて、せめて 1,2 秒は伸びる、すぐに腕は回さない方がいいです。ということで今回のお題はグライドの姿勢をキープするということでした。ぜひ皆さんもやってみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。